はい、皆さんこんにちは。 JNA0NSU の桃助です。スイキハムラジオ2019年の、私の連載はですね、フィールドギアというふうに名前を変えて、まあ去年と同じように、まあいろいろな、トランシーバーやね、アマチュア無線関連の、ギアをレビューしていきたいですけども、まあ単発で1回ずつ、1つのトランシーバーや1つの、アクセサリーを取り上げるのではなくて、まあ、一つのトランシーバーをですね、まあ、2回3回にわたって連続して、使ってそれを紹介して、ちょっとしたまあレビューではなくて、一つのものを使い込んでみて、まあ記事にしたり、こうやって連動動画でね紹介していこうと思っています。今日はですね、三重県三重郡、菰野町の鎌ヶ岳という山のね山頂に来てます。今ねこの撮影日11月なんですけど、まあ11月なのにね、すごい天気でちょっと雪が積もってたりするんだけども、今回からですね2回にわたってこのスタンダードの VX3 を、紹介したいと思います。まあ今更これ紹介するのっていうね、くらいもうまあ、長く作られてるモデルなんですが、長く愛されてるからには、やっぱそれなりの理由があると思うんですね。なのでこれ2回にわたってね、使ってちょっとその辺を探っていきたいと思います。はい、で基本的な使い方を見ていきたいと思います。電源ボタンはね、このオレンジの部分押すと、まあ電圧が表示されて電源が入るわけですが、まあ非常にですね、まあ、シンプルなトランシーバーですよね。で、周波数の方はこのダイヤル、これがですね、これ自然に回らないようになってて、上に引き上げてロックを解除して、周波数をね、セレクトするという形になってます。でボリュームの方はボリュームボタンを、押しながら、ダイヤルを回すと、まあ、ボリュームが変更できるというような構造です。これ非常にねシンプルなんだけど、フィールドで使う時の使い勝手っていうのをよく考えてありますよね。で出力の方は、430MHz では電池で 1W、ローパワーにすると 100mW ですね、 0.1W で使うことができると。こういう小さいトランシーバーはね、こういうあの 1W じゃ物足りないかなって思うんだけど、逆に、0.1W とかでね、使えるっていうのが、魅力じゃないでしょうか。小さいトランシーバーながら、まあ、交帯機受信機能もついていて、バンドを切り替えるとですね、まあ UHF の高いバンドから、HF の、低いバンドまで、まあ、AM と FM になるんですけども、受信をすることができます。はい、で、ラジオもねついてるんですが、このラジオの機能については、事後でね、詳しくちょっと取り上げたいなと考えてます。見るからにねデザインの方はフィールドで使う、コンパクトなトランシーバーという感じなんですが、このバッテリーの方はですね、これまあ皆さんよくご存知だと思うんですけども、富士フィルムの、コンパクトデジタルカメラと同じタイプのバッテリーを使っていて、まああのメーカーは多分推奨してないと思いますが、デジカメ用のね、あの安いバッテリーを共用できると、予備バッテリーが手軽にいっぱい持てるっていうところも魅力です。唯一ね、フィールドギアとして残念だなと思うのが、この、電池蓋の周りなんだけど、非常にね、なんかこう、なんかですね、ちょっとこの、あの電池蓋のプラスチックのところが、強度がちょっとないじゃないかな、ちょっとガタつくし、もうちょっとねこの電池蓋周りのところね、まあ、ここをねもっとがっちり作ってほしかったなというのが、まあ、欲を言うとね、そういう部分があります。で見てお気づきかと思うんですけど、この VX3 はベルトクリップが、つかない構造になってます。これも、まあ、使い勝手という面では、賛否両論なのかな。ベルトクリップがないことでコンパクトさを活かせるというのもありますし、まあ、使い方によってはベルトクリップがあった方が良かったなっていう人もいるかもしれません。
僕はですね、このコンパクトなトランシーバーを、まあ、ザックの肩の部分にホルダーをつけて、まあ、そこに収めるというような形で、まあ、登山運用を楽しんでいます。 JP3DOI、 こちらは JJ0NSU ポータブル2、三重郡菰野町鎌ヶ岳山頂です。撮れますか？どうぞ。はい、了解です。 JP3DOI、 こちらは JJ0NSU ポータブル253、ありがとうございます。こちらからもオルソ53ですね。同じく53をお送りします。100mW です。VX3 の、100mW で送信しております。 JP3DOI、 こちらは JJ0NSU ポータブル2、どうぞ。ということで、今ね、更新した時は 100mW で、運用してみました。まあ、こういうね、高い山に来た時は、まあ、5W はね、全然必要ないなっていう風に、いつも感じます。バッテリーでね、430MHz マックス 1W 出ますし、まあ、100mW でもね、十分ね、更新を楽しむことができるんじゃないでしょうか。あえて 100mW だけでね、使ってみるっていうのが、この VX3 らしいね、楽しみ方なんじゃないかなっていうふうに思います。もちろんね、長いアンテナに変えればね、100mW でもより遠くと更新することできますよね。次回はですね、この VX3、ラジオの受信機能が、結構秀逸なので、そちらの方をね、チェックしてみたいなと思っています。スイキハムラジオ2018年1月号は12月19日頃発売です。全国の書店で購入できますし、近くの書店で取り扱ってないよという方のために、 CQ 出版の通販サイトの方も、説明欄にリンクを貼っておきますので、そちらの方もチェックしてみてください。以上、 JJ0NSU 桃助でした。バイバイ。